とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクロダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はここが出てますので、やっていきたいと思います。デイリーチャレンジ1ですけども、HP が 75% 減少するクエストです。レッドストーン鉱山。で、装備ですけども、これでいきたいと思います。心を奪うもの。ですね。火力は、まあ、そこそこで、耐久力がものすごくある武器ってやつですね。これに、無謀英雄でいけばどうかなというところで、これでいきたいと思います。アーティファクトは、メダル、ドラ、キノコですね。で、ハープクロスボウの弱体化を使っていきたいと思います。さあ、それでは行きましょうか。心奪うものね、ほんとちょっと、火力が低いのよ。そこをこの防具でどれぐらいカバーできるかどうかってところは、いや、できるね。カバーできてる、できてる。うんうん、これぐらい火力があればいい。 OK。 まあまあ、さすがだわ。やっぱね、危ねえ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 。 OK、待てって、ちょっと待って。よし、 OK。 おっしゃ、取ります。なんか取っていけそうな気がするんで、出たやつは全部取りたいと思います。いくぞ。 OKOK。 であれだよね、危ない危ない危ない、絶対食らっちゃダメよ。あ、危ない危ない危ない。おー、死ぬかと思った。ポーションバリア絶対切らさないように。 できる限りパワーポーションを維持することね。ちょっと待ってよ、これこれきついぞ。 OK、 いくぞ。 OKOK、 ナイス。いいやつが愛のメダルにかかってくれた。行くぞ。待て待て。オッケー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 。ナイス。いや、余裕だわ。余裕余裕、全然いける。うん、別、あー、危ない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 、絶対食らうなよ。うん、いやいや、この耐久力で火力があれば全然なんてことないね。 OK。 うん、やっぱね、無謀英雄だったら結構徐々に減っていくのよ。 OK。 これがないから全然余裕。危ね、食らうなよ食らうなよ。やばい、これやばい。ナイス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 。あのこのクリーパー無理だもん。こいつは無理。待ってよ。 OKOK、 ナイスナイスナイス。あのクリーパーはちょっと処理しきれん。見つかってない。オッケー。オッケー。危ない危ない危ない。おお、ちょっと変更でやられるかと思った。よし、おお、いい、やっぱりいい、いい。あ、相性いいぞ、これ。相性がいい。うん、あのね、若干減ったやつも、吸血で回復してくれるんで、すごく相性がいい。はい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 。なるほどね、これはマジで使いやすい。おん、あ、おん、これはすごいいいぞ。やられる気が全くしない。よっしゃ。でもやっぱりパワーポーションないとちょっと火力不足感があるね。うん、
ちょっとそこは気をつけていかないと。いけませんけども、まあいける。あぶねあぶね。通常状態で攻撃を受けるとマジでやられるんで、そこは注意していきましょうね。いや余裕余裕。 OK。 いやしかしパワーポーション出ねえな。出るときはやたら出るんだけども、出ないときは全く出ません。よし行くぞ。もうどんどんいけるよ。まあ、トロッコには注意しよう。ナイス。これもうほんと下手なエンチャントが来ても全然やれる気がするよ。あぶね。まあ、トゲは無理。うん、トゲはちょっと無理だけども、これ以外来てもなんか全然やれそうな気するもん。オーケー、よし、危ない、いけ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 、よっしゃ。え、もうでもボスじゃない？うん、いや全体回ってきたよ、回ってきたんだけども、これはボスだな。あ、ボスだな。オッケー、まあ、ボス行きましょうか。いやーこれはねちょっと発見。無謀英雄と心奪うものはもうものすげえ合う。こんなに合うとは思わなかった。よし、ではでは行きましょうか。やっぱ無謀で火力がねものすごい上がるんで、すっげえ良かったですね。はい、ということで、今日は 75% 減少クエスト行きましたけども楽勝です。楽勝すぎる。やっぱり、無謀と心奪うものの相性がいいね。うん、若干 HP 減ってきても、これの吸血で回復するので全く無傷で進むことができます。で、もともと火力が少ないのも無謀でカバーできてるので、これは相性がいいですね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。